ごちそうさまと、先ほどのおばあちゃんにもらった野菜で昼食を済ませる。早く起きたおかげか時間は昼過ぎだ。遺品整理も多少は済んだし、滞在時間はしばらくある。このペースならばまだ焦る必要もないだろう。となると今日の午後はまるまるフリーになるのだが、この田舎町で何をしようか。国語を見つめながらすでに答えを見つけていることに気がつく。なあ、バス停に行くってことやな。あの少女に会いに行こう。また彼女の姿を見たい。それ以外に何もやりたいことなどないのだ。ほう。恋に一直線やな。はいはい。外に出るともわっとした熱気が体にまとわりつく。嫌というほど夏を実感させる気温だ。その暑さに負けないようにとセミが鳴いている。はいはい。それでも一歩一歩と前へと進んでいく。その足取りは早歩きに近い。自分で考えていたよりも気持ちが流行っているらしい。ああ、いいやんいいやんね。え、自分のことを魔女だと言ったびしょ濡れの少女、あの言葉は一体どういう意味なのか。俺はそれをどうしても知りたいと思っている。ああ、しかし昨日のバス停に彼女の姿はなかった。今日はまだ来ていないようだ。そういえば出会ったのは夕方に近い時間だったか。待ってるかな。廃バス停の底が抜けそうなベンチに腰を下ろして目の前の美しい若草に視線を注ぐ。風で揺れるそれを視線で追いつつ、彼女が訪れるまで待っていようと決心した。しかし周囲が暗くなり、セミの声が落ち着いても彼女がやってくることはなかった。お、はいはい。もしもーし、ガッフルンだぞ。元気なるわ。記憶正しく美しい。いつでも君の心のアイドルだ。大人気スターだぞ。かわいい。おい、長谷倉くん、なんか言え。元気ないやん、めちゃくちゃ。いやごめんごめん、ちょっと考え事してて。あのね、電話を取った時くらいこっちに意識を向けるべきじゃないかと僕は言いたい。なあ、そううつつ抜かしてよ。夕食が終わってすぐカフルからの電話がかかってきた。まさかこれから。いやいいやんか、毎日かけてきても。なんだ、考え事か。一体何を考えてたんだ、ごく少数のニューロンを駆使して。いや、やっぱメパチいいよな。なんだとこら。カフルの暴言の向こうから、車の通る音が聞こえてくる。なんだ、今日は外から電話してるのか。うん、まあそうだ、うん、今日は家の電話を母が使ってるから、僕は公衆電話から君の声を聞いているぞ。なるほどね、2003年か。いや俺全然世代が違うからさ、その携帯事情全然わからんけど、携帯というかね、電話事情かわからんな。母、そうなの。感動したかい、こんなに可愛い子が気遣ってくれて。うん。確かに感じるところはあるな。俺以外に友達いないのかなとか。何？喧嘩売ってるんだな。ああ、買ってやるぞ。1000キロの距離をものともせずに買ってやる。うん。ニヤニヤするの。カフルと、いつも通りのやり取りをする。普段からこういう言い争いをする喧嘩友達なのだが。しかし今日はあまりやり合う気が起こらない。ため息をついて意味もなく天井を見上げた。なんだ君、また考え事か。ねえ、あ、ちょっとぼーっとして頭が働かないみたいでさ。どうしたんだい長谷倉くん、何か悩み事があるんだったら僕に相談してくれよ。水草。ねえ、話聞いてくれるのか。もちろんだと思う。僕は聞いてやるぞ、たとえそれが君みたいなとてもくだらない人間でもだ。悪口やな。なんだとこの毛虫眉毛。僕の眉毛はチャームポイントなんだ。かわいい、かわいいな。カフル相手には少々言葉がきつくなってしまう。普段他人にここまで口が悪いことはないが、こいつだけには遠慮がないと周囲にはよく言われる。こう周りからはこうイチャつきやがってって見られてんねんやろうな。いいな。そんな気もするし、これが自然なような気もしていた。それでどうしたんだ長谷倉くん。うん、再度尋ねてくる。俺は昨日の彼女の姿を脳裏に浮かべながら、あの時発せられた声を鮮明に思い返した。いや、カフルはこの世に魔女っていると思うか。はい、魔女かい。
じゃあ中二病がどうたらって言われるで、またキョトンとした声を出してからカフルはふんと鼻を鳴らす。そりゃいると思う。ほう、そうなんや。ほら、僕のような魔性の女はだよ、これはもう魔女と呼ぶにふさわしいじゃないか。なるほどね、こうちょっとアピールしてる感じいいよなね。いや、俺は真面目な話をしているんだ。僕だってえらい真面目だぞ。だから魔女ってつまり女の話だぞ。そんなの分かってるもん、うん、お前は男だろう。何これ。あー、そやんな、あの女の子っていうのをひっくり返されたんかと思って俺も脳がパニックになった。灰谷カフル、あー、矢作桜学園2年生、いいな。声も容姿も声も姿も女の子みたいだが、れっきとした男子、その初めて出したかもしれん、その絵。へえ、彼は1年生の時からずっと女装をして学園に通っている、うん、その際に少々問題になったのだが、うちの学園長の今の時代はジェンダーフリーですという鶴の一声で許されたのだ。最初は奇怪な目で見られていたのだが、外見があまりにも少女らしいものだったから周囲には許容されている。まあそれにはこいつの愉快な人柄もあるのだけれど、ほーかわいい、ほー、あってもなくてもいいって言ったけど、あってもめちゃくちゃいいよね。とにもかくにもとても変わり種の男の子なのだった。長谷倉君、僕はね、はいはい、男じゃないんだ、うん、じゃあなんだ、女装男子か。そんな簡単に形容できる存在じゃないんだ。もっとこう違うの。うん。なら変態とか。一緒返すぞポンチ。うん、叫び声もとても男だとは思えないから不思議だ。可愛いよな。どうやら作って出しているようだからある意味ですこれ。神様も面白いこともするもんだ。面白いじゃないよ、まったく。人の乙女心をバカにしてだよ。うん。プリプリに怒った声を受話器に吹きつける。見てろ、時期に僕を表現するぴったりの言葉が見つかるからな。はいはい、そんな言葉今後に使われるもんなのかね、なんて気の置けない友人とやり取りしていても、ああダメだな、心はすっかり別のことを考えてしまっている。思い浮かぶのはやっぱり雨に濡れた、少女のこと、常人とは違う雰囲気を漂わす、変わった髪の彼女のことだ。それでおポンチ、魔女がどうしたってんだい。うん、山奥に洋館でも見つけたのか。いや、洋館っていうか廃バス停なんだけど。廃バス停、はあ、そんなところでヤモリとか煮詰めてるのか。じゃあ魔女のイメージそっちやもんな。ポロッと口から漏れてしまった。誰かに言うつもりはなかったが、こうなってしまっては仕方がない。ことのあらましを簡単に伝える。びしょびしょな赤い目の女の子か。うん、そりゃ変わった子だな。茶化すかと思いきや、カフルは神妙な声を出した。不思議だろ。ああ、不思議だと思う。ねえ。そう、とても不思議なのだ。あの女の子は何か普通とはかけ離れているような感がある。だがそれが一体どういうことなのか、なぜそんなことになっているのかが、全くわからなかった。ただ、どこか引きつけられるのは間違いない。特にあの赤い目。常人離れした赤の目を見ていると心動かされる。もっと近づいていたいと。もっと彼女のことを知りたいと。もう一度彼女を探して会ってみたいと。いや、長谷倉君、僕が不思議に思ってるっていうのはその女の子のことじゃないぞ。うん。予想外の言葉に俺は思わず声を上げる。僕が不思議なのは、へえ、長谷倉君のことだもの。はいはい、なんでなんやろ。そう言うとカフルは少し非難めいた口調で尋ねてきた。そんなにその子が気になるってのはどういうことなんだい。どうって、彼女はたった二度だけ会ったことがある少女、数回話したことがあるってだけの知らない女の子。どうしてそれほどまでに彼女が気にかかるのか、大して知りもしない女の子にこんな感情を抱いているのか。そんなほとんど会ったことない女の子に執着するって、長谷倉君にしては不思議だなぁと僕は思ったんだ、うん、言葉に詰まる。確かにカフルが言っていたことも俺にとってわからないことの一つなのだ。ほー、過去になんかあったんかもなこれ。はい、
はい、そして8日目ですね。はい、起きてすぐ新しい段ボールを組み立てる。あまり腹は減っていなかったので朝食は取らない。今日の午前はまた遺品の整理だ。昨日の午後をまるまる無駄にしてしまったのを取り戻さなくてはならない。よし、とりあえず大物を仕分けるか。目に見えるものは乱暴にまとめてしまえばいいのだが、タンスの中のものはそういうわけにはいかない。一旦全部取り出して、汚れていればある程度雑巾などできれいにし、それから分別しなければならないからだ。俺ですら背伸びをしないと届かない上段の襖を開けて、頭に埃を乗っけながら中身を取り出す。こんなところに御所を大事に取っておくものなんてこの家にあるのだろうかなどと思いながら、最も深い部分に眠っていた小箱を、取り出した。これはお菓子の箱にはどこか見覚えがある。ほう。中を開けるとそこには小さなおもちゃが入っていた。ほう、いや大事にされてたんやな。よく遊んだ流行り物のおもちゃ、暇つぶしに書いた落書き、それに祖父が作ってくれた豆鉄砲、昔俺が宝物と呼んだものたちだった。懐かしいな。そうか、祖父母たちはこれを大切にしまっておいてくれたのか。またいつか俺が来る日のことを考えて。俺が最後に来たのは小学高学年の時だ。それ以来電話で会話をすることはあれど、わざわざ田舎に訪れたりはしなかった。ここへ来ても正直なところをやることがなかったから。昔はこの田舎に来るのが大好きで、何がなくとも周囲を走り回って遊んでいたというのに。まあ確かにちょっとおばあちゃん家の周りってな、何もないイメージあるよな。せっかく久しぶりにやってきたんだ。どうせ午後はやることもないのだし。この後は記憶を頼りに懐かしいこの街をブラブラと歩き回ってみるのも悪くないかもしれない。ほう、なるほどね。確かに年取るとあんまおばあちゃん家とか行かんくなってくるよな。俺も全然行ってないわ。早めに昼食を食べてすぐ古くなった扉をスライドさせて、外へ出る。鍵はかけない。どこの家も未だにそんな習慣がなかった。比較的に高い位置にある祖父母の家は庭から街が一望できる。来てすぐはあまり余裕がなくて考えもしなかったが、改めて見るとなかなかいい眺めだ。山を越えた向こうにある、海と木、それに、夏の香りが混ざり合って、独特な田舎の匂いを発していた。少し楽しい気分になってきたな。おお、よかったよ。よかったよ。家の前の坂はよく上から下まで駆け上ったり駆け下ったり、して遊んでいた。今思えば何が楽しかったんだろうな。一番上まで行くと森につながっており、そのまま頂上まで登ることができる。少し小走り気味に、坂を下ってみる。楽しいどころかふくらはぎが疲れるだけだ。この上が行ったらあかんって言われてたところかな。はいはい。ちょ、ひとしきり走ったん。ここは、この町にある一番大きな通りだ。商店街というわけではなく、ただ家が並んで立っているだけ。まっすぐ進むと町の外れに唯一ある信号にたどり着くのだが、それが用をなしているところは見たことがない。この田舎にあるやつさ、子供が覚えるために一個だけあるみたいな、そういうなんあるらしいですね。途中には、牛を飼っている家、鳥を育てている家があって、独特な匂いが漂う。ああ、そういえばここ駄菓子屋だったの。ほう、今は空き家になってしまっている家を見上げて思い出す。そうなんや。この通りには2つの店があって、1つはもう少しにある酒屋と、もう1つはこの駄菓子屋だ。小さい頃は日に50円だけもらって毎日のように通っていたっけ。潰れちゃったのか。まあでも子供とかいいひんかったらね。悲しいが同時にそれもそうだろうと納得する。あの頃から、子供は少なくなっていて、俺以外にほとんどいなかったのだから。この辺に住んでいる子はだいたい高校入学と同時に県外の全寮制の学校に入ってしまう。ほう。小さな子のいない町の駄菓子屋などを続けても意味がない。それとも経営していたおばあちゃんは死んでしまったのか。近所の人に聞いてみようか迷って俺は辞めることにした。まあ確かにな、駄菓子屋って潰れがちやんな今。あんま見えひんよな。その後俺は時間をかけて町内を一周した。よく遊んだだだっ広い原っぱ、
近所の子供と仲良くなれず、あまり訪れなかった公園。一度流されそうになったかは、ほとんどが昔と変わらずそこにあった。田舎は、時間の流れが遅い。ほとんど止まったようになっている。それを証明するような静けさが今日一日つきまとっていた。だが今の俺にはそれも心地が良い。この静寂と停止が昔は怖かったのかもしれないと俺は思った。そして最も暑い時間を過ぎ、そろそろ日も暮れかかる頃、最後に訪れたのは、まあバス停か、あの廃バス停だった。いないか。やはり今日もいないようだった。今日一日俺は街を回りながらどこかあの少女を探していた。おお、そうなんや。だが彼女の姿は見つからない。街中にも広場にも公園にも川にも山のふもとにもどこにもいなかった。小さな町、老人ばかりのここに若い人が混じっていれば嫌でも目立つはずだ。あんなに綺麗で美しい子だったらなおさらだというのに、その影すら捕まえることができなかった。やっぱ上にいるんかな。一体彼女はどこにいるのだろうか。まあ唯一行ってないもんな。帰るか。仕方なく廃バス停に背を向けてゆっくりと坂を下る。しかし頭ではまだ最後に出会った時のことを反芻していた。おととい彼女が小さく口にした言葉は何だったのだろう。不思議な赤い瞳の少女が空を見つめながら紡いだのは、私に関わると不幸にしちゃいますよ。あれは俺を遠ざけるためのただの狂言だったのだろうか。これ以上喋りたくないと思って適当なことを言っただけなのだろうか。いやけれど、彼女の横顔からはそんな風には感じられなかったのだ。だったら不幸にするというのはどういうことだ。それに彼女が最後に言った、私にできることなんてせいぜい雨を降らせることくらいですよ。あれは一体。お、雨か。つむじあたりに水滴が当たったのを感じた。出会えるかもしれんな。空を見上げる。快晴のまま空が泣いている。唐突に天気雨が降り始めた。おお、結構強くなってきたな。夏の雨は冷たくはないが、それでも一気に体が冷えると、風邪をひいてしまう。俺はあまり体が丈夫ではなく熱を出しやすい体質だ。ここで体調を崩せば周りの人間に迷惑をかけてしまう。まあ一人か。町に、そうなんや。町に病院はなく、少し距離のある診療所まで行かなければならないのだ。バス停まで戻るか。いや、ここからなら下りの分家に戻る方が早い。いつ止むかわからないし急いで帰ろう。あー、帰ってしまうんや。いやー、バス停にいそうやけども。小走り気味にうちの前の坂まで戻ってくる。しかし雨足はますます強くなるばかりだ。うちは山の頂点近くから斜めにショートカットしてきたが、まだ自分の家が全然見えてこない。この分ならどこかに軒先を借りてやり過ごした方が良さそうだが、その家すら見つからなかった。どこでもいいから目についたところに飛び込ませてもらおう。あった。ようやく見つけた家の前に雨から逃げるように滑り込む。ほう、ほとんど日差しはないが濡れない程度には避けられる。とりあえず一息はつけそうだ。雨が弱まるまでここで休ませてもらおう。頭の雨を拭いながら玄関の方へ振り返る。軒先を借りるなら家の人間に一声かけておいた方がいいかもしれない。すいません、軒先お借りします。扉に向かって少々大きな声を出す。あの軒先を。そこでふと気がついた。ほう、表札がかかってない。ほう、いや正確にはかかっているのだが真っ白なのだ。ほう、そういえばここ昔に来たことがある。ちょっと怖くない？家の前の坂を登っていくと山の入り口の手前に一軒家があるのだ。俺が小さな頃にもう廃屋になっており、こっそり入ってかくれんぼなどをして遊んでいたっけ。そうだそうだ。おお、自然と笑みがあふれる。雨のおかげで懐かしいことを思い出せた。中は荒れ放題になってるんだけど、それが楽しかった記憶がある。雨が降り始めてかなり風も吹いてきた。このままだと体温が下がりそうだ。入んのか。よし、入るんか。